はい、よろしいでしょうか。あの、先ほど川内先生は、まあ、その沖縄の民意、徳之島の民意に明確に反するというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、あのこの沖縄、今の杭打ち案や徳之島移設案について、はい、これをこのままずっと政権が進めた場合には鳩山総理をこのまま支え続けるんでしょうか、それともあるいは総理の退陣やその責任を問う声などはお上げになるご意見なんでしょうか。あの鳩山総理はですね、この日米安保の問題、普天間の問題を最低でも県外であるということをですねおっしゃって、問題解決に今まで尽力をされてきております。私は最低でも県外である、できれば国外であるという鳩山幸男総理大臣のですね言葉を信じておりますので、鳩山総理大臣をしっかりサポートしてですね、米側と沖縄や徳之島の皆さんと一心同体になって、交渉をしていただきたいと、そのための材料というか、そのための情報と、あるいは知識というものを私どもは総理にインプットする立場であるというふうに考えています。だから沖縄の民意や徳之島の民意に反することを鳩山総理大臣が続けるというふうには私はとても思わないと。なぜなら鳩山総理大臣が最も民意を大切にするからであると、徳之島の皆さんにも沖縄の皆さんにも民意は大事にしなければならないということをですね、ご挨拶の中でおっしゃっていらっしゃるというふうに思います。ご利用しなんか絶対しないと思います。そんな人じゃないです。はい、よろしいでしょうか。最後に一番いいですか。はい、いいですか。じゃあ最後、最後でよろしいですか。最後岩上です。すみません、今の質問とちょっと関連しますけれども、まあ、鳩山総理は確かに、ギリギリまでですね、国外、県外の可能性を追及されていただろうということは想像に難くないと思いますが、関係5閣僚のうち、残りの4閣僚、まあ、岡田外相、北澤防衛大臣、それから前原さん、それから平野官房長官の4者に関してはですね、かなり早い段階からですね、まあ、要するに国外とか県外の可能性は断念してですね、むしろその県内移設をですね、進めるように総理に迫ってきたというふうに思われます。となりますとですね、それは官僚ともですね一緒になって進めてきてきたことであろうと思いますし、まあ、鳩山総理をですね説得することができたとして、この残り4閣僚のその後ですね説得することができるのか、皆さんはその残り4閣僚の、まあ、更迭とかですね責任、あるいはその内閣の改造とかをですね求めていく声を上げることはあり得るのか、その点も お話し願えないかと思います。私どもは与えられたポジションで全力を尽くすのが議員としての務めであるというふうに思っておりますので、また関係閣僚の皆さん、鳩山総理大臣以外の岡田外務大臣、前原沖縄担当大臣、北澤防衛大臣、平野官房長官、それぞれにですね総理のお気持ちを受けて全力で頑張っていただいていると信じています。したがってその交換マスコミで言われているようなですね、ことを私どもが要求するとかですね、発言するということはないと。ただ私どもの考え方をしっかりお伝えしてですね、まあ、これまでも累次お伝えしてきているわけですが、その決してですね、私どもが総理に提案している、あるいは外務省に防衛省に、
そして官房長官に提案している案というのは、その絵空ごとを提案しているわけではなくて、沖縄と米軍基地問題銀行団会としてですね、ここ数年来ですね、ずっと調査研究し、海兵隊の司令官や米国の政府関係者ともさまざまな意見交換をする中で、そして米側の文書を精密に分析をし、論理的な帰結としてグアム、そしてテニアンなんだということをですね、提案しておりますので、最も現実的な案であるという自信を持っておりますので、関係閣僚をしっかり説得してですね、5月末に向けてそういう方向に、何としても向けていきたいと、向けていかなければならないというふうに、国民的世論の盛り上がりもありますから、できるというふうに思います。と言いますと、関係閣僚にもお会いになって、お話をする予定であるということでよろしいんでしょうか。はい、この前までは岡田大臣に関しては面会を断られて、そのマック大臣にしか会わせてもらえなかったというのがありました。はい、そうなんです。すごい残念なんですけど、しかし、例えば竹政副大臣にお話をするということは外務省にお話をするということであり、それはすなわち外務大臣に話をしているというふうに私は理解します。なぜかならば、私が外務大臣にお会いしたいと言って、外務大臣がいや竹政副大臣に会ってくれと、そこから聞くからというふうに、担当だからというふうにですね、おっしゃっていらっしゃることなのでですね。わかりました。はい、それではどうも長時間ありがとうございました。